デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。はい、14本目ですから。はい、フラットですね。疲れてきましたね、今日は。寒いんでしょうね。体がやっぱ冷え、そう、あの足を組んだのは暖かいから。ああ、ここ暖かい、やっぱね、あの地冷やすとね、体にこうきますからね。はい、行きましょう。はい、地は皆さんね、冷やさないように。はい、はい、ということで、このコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間がね、1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと長引いておりますが、年末年始でね、たくさんのお悩みご質問いただいてるんで、順次、答えさせていただいております。この機会にぜひ、まだまだじゃんじゃんバリバリと大募集中でございますんで、皆様のお悩みご質問投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回はゆうたろうさんからの投稿です。2人に聞きたいということで、いつも楽しく動画拝見させていただいております。ありがとうございます。パドックに来店して駐車場に止めるたびにいつも思うのですが、前向き駐車するように注意書きがされているにもかかわらず、ほとんどの人はバック駐車しています。もう少し前向きを大きくする注意書きを大きくすることはできませんか。また駐車場の白線枠がほとんど消えており、少し駐車しづらく感じます。可能なら白線枠の塗装をやり直していただくことは可能でしょうか。以上2点の質問よろしくお願い申し上げます。はい、はい。駐車場の白線は、俺もやらなきゃいけないなと思ってたので、あの、危ない、今防衛を履くところだ。はい、気づかねえやつがバカなんだよな、うちのスタッフで。あれで止められるかって言われたら、お客さんは分からないよって思って駐車場見に行った時に、昼間はいいんですけど、まだ夜見えないのに、夜は全く分かんないですね。しかもあの真ん中にうちの駐車場って縁石があって危ないんですよね。はいはい、あれも、ね、なんか光るものとかにしてあげないと、あるよって色ちょっと塗るとかね、塗ってあげないと、ね、で、だからこの駐車場はライン引くのは、やらなきゃいけないんですけど、車通勤してる人たちとかがね、こう駐車場見てたら気づかなきゃいけないんですね。これあの明らかに俺が見た時、これダメだなと思いましたから、あのもう消えかかってるというか、ほぼ消えてますよね。明るいうちに来ていつもの場所に止めてると気づかないじゃないですか、多分。まあ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 、それでも気づかなきゃいけないですよね。だからこれはやらなきゃいけないと思ってるので、あれですよ、すごい逆に人質に取る言い方で申し訳ない、パドックの売り上げが上がれば早急に、いやね、もう来ていただいて物いっぱい買えば、もうそうしたらこうもっと快適にしなきゃいけないって、努力しなきゃいけないから、まず今ね、ちょっとまあこれは課題としてね、ちょっと早めに、対応できるようにやるの。俺と翼とテルでしょ、多分。分かんないですけど、まあ、だって白線曲がって引くもんね、多分他のやつらだと。俺一回やった時に結構辛いんだよね、あれね、大変、結構時間かかるんだよ。ピッて一回で塗れればいいんだけど、そうもいかないんだよね。何回もこういったり、マスキングするか、白線用のペイントじゃないとダメなんだよね、あれ、うん、剥げちゃうんだよね、白線用のじゃないと。今もさ、ちょこっと残っちゃってるから、じゃあ一回消すのかどうかとかね、いろいろあるけどね。で、前向き駐車の件なんですが、はい、大きく書いたりとかっていう案も確かにありだと思うんですけど、言い方ひどいですけど、モラルですね、これは。あ、私とある駐車場はあのコインパーキングで、むちゃくちゃ前向きって、うん、このぐらいの大きさで一枠ずつ書いてあるとこがあって、はいはい、20枚ぐらいこうビャーって1個ずつ書いてあるんですよ。この駐車場は前向きだなちょっと気持ちが前向きになりました。あれ高いんだよね、実は。まあ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 、一個一個は高いよね。高いですよね、うん、変に頼んじゃうとね。そう、多分これに関してはパドックはやらないんじゃないかな、前向きのやつは。まあ基本的に皆さんの、強制じゃないんで、お願いなんでね。
まあ、基本的にはあの隣にこう民家があるんで前向きでこう排気ガスとか行かないようにっていうことの配慮ではあるんですけれども、まあ極力守っていただけるようにっていう感じですかね、ここはね。そうだね、結構口うるさく言った時はあったんですよ、あの排気ガスエンジンを止めてくださいとかって、うん、なかなかこうやっぱりこう伝わりにくかったりするのか、はたまたちょっといいじゃないかこれぐらいはって思っちゃうのか、まあやっぱりこうちゃんと理由があって前向きって書いてあるのでね、それをやっていただけるといいなと思いますけど、前向きじゃない前向きだ以外に駐車場で銃撃っちゃうとかね、夜営業が終わった後でも、まあ、楽しくてね喋っちゃってそこで大騒ぎしちゃう方が多分ダメなんですよね、なんで、まあ、そっちの方をできればね守っていただければと思いますけど、はい、まあ、駐車場のまず、白線の方はね、これはね危ないと思いますし、あと分かりづらいと思いますので、これはもう私も思ってましたので、ぜひとも改善の方させていただきたいなと思います。これを言っていただいたおかげで僕は社長に進言しやすくなりました。駐車場が見えづれって言ってるよお客さんがって、やらなきゃいけないんだよって言いやすくなりました。ついでにちょっとねメールぐらいちょっと送ってもらえればもう間違いなくこう僕らが言ってもねダメな時はダメなんですよ。ダメなんですよ社内の話になるとね、そう、うん、いい、お金かかるでしょ、後回しでいいよってなっちゃ う、うん、なっちゃう。お客さんから直接言われちゃったらなそれはやらないといけないな。そう、まあ、これはねうまくちょっと皆さんもねまあこうやってこのコーナーでねお寄せいただくのももちろんご意見としていただいてますということでね、伝えてますんでね、ちょっと第一歩まあやっぱりね駐車場行った時お客さん同士が車止めちゃいけないところに止めちゃったりとかってしちゃうのは、あこの人出れなくなっちゃったとかってもアリさんのねお客さんもいるから、逆に駐車場なおのことこう線があったら見やすくていいかなと思うので、ぜひともこれは早急にね社長の方にも報告をしてやっていきたいなと思います。はい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナートークテーマ募集中です。デメちゃん裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。